短い直線に入って後続は届くかどうか。あと 200m、 先頭はサプライズパワー石毛光、必死に追う。サプライズパワー先頭、2番手は石毛光、サプライズパワー1着、サプライズパワー1着、2着は石毛光。これが G1 馬だ。サプライズパワー。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブルーファミリー好スタート、綺麗なスタートを切りました。大方の予想通りブルーファミリー先頭を伺います。プライムリーガル競りかけていきました。さらには進行ウィンディー5番橋の太夫、その後ろ前に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。前に戻りましょう。先手を取ったのはブルーファミリー、これに続いて橋の太夫、その外にプライムカード、その隣に光ルーファス、その外にテンパイ、光シルキー、そのうちに続いています。すぐ後ろにプライムリーガル、並んで9番ストーンキャップ、赤の帽子ルイボスゴールド、その後ろすぐ隣にグロリーチャート、最高峰にマスターサンキュー、各馬砂煙を上げてかけていきます。さあ先頭はまだ4番ブルーファミリー、ここで先頭が入れ替わりました。プライムカード、ブルーファミリー2番手に控えました。橋の太夫3番手、 MI ブラウン、これはいい位置につけています。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭変わって進行ウィンディー、光ルーファス先頭、2番手は光ルーファス、ペンパイ抜けた、光ルーファス追いすがります。ペンパイ先頭だ、ペンパイ1着、2着にはどうやら MI ブラン、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはペンパイ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はステイゴールド、先頭、2番手はマーベラスタイマー、懸命に追いすがります。やはりステイゴールド先頭だ。あと 200m、 ステイゴールド先頭だ。残り 100m、 ステイゴールド差を広げる。2番手はマーベラスタイマー、ステイゴールド、この馬で決まりか。ステイゴールド1着、ステイゴールド完勝、ステイゴールド1着、2着はマーベラスタイマー、ステイゴールド見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。
現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース、天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠のオレンジキャッスル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。クロスエリート前に行きそうです。クロスエリート競りかけていきました。前のトップガンそのうちに続いています。内からはインターライナー、好位置をキープしています。成田ブライアン、その外にバラードタワー。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはメジロロッチ、その外に河内立て男、さらには前のトップガン、その外にオレンジキャッスル、並んで16番。クロスエリート内からはロイヤルタッチ、その隣にバラードタワー、その横にインターライナー、成田ブライアン。いい位置です。これに続いてメジロシリウス、並んで5番エアダブリン、コエイビグラス。この馬もこのグループ 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはメジロロッチ、すぐ隣に河内立て男、その外にオレンジキャッスル、前のトップガン、そのうちに続いています。その後ろにロイヤルタッチ、その外からインターライナー、オレンジの帽子、バラードタワー、その後ろすぐ隣にクロスエリート。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気の成田ブライアン中段につけています。前のトップガン前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはメジロロッチ、河内立て男、この馬もこのグループ、すぐ後ろに前のトップガン、並んで18番オレンジキャッスル、成田ブライアン好位をキープ。その外からクロスエリート、その外にエアグラス、メジロシリウス、そのうちに続いています。その隣にポエイビグラス、その外からバラードタワー。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。この辺りで先頭が変わりました。クロスエリート、河内立て男、ほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。おっと1頭故障発生か。ロイヤルタッチ、ズルズルっと後退しました。場内騒然、レースにどのような影響が出るでしょうか。ここで先頭は前のトップガン、束を一気に打ち切ります。2番手は成田ブライアン、完璧です。圧倒的な強さを見せました。前のトップガン1着、2着は成田ブライアン、これがダービー馬だ。前のトップガン